どうも、YouTube お姉さん、ジゴさんぎチャンネルです。今日はね、ついにね、キッチン系のいろんな道具が、Amazon から届いたんで、新しく買ったフライパン、フライ返し、などなど、レビューしていこうと思います。で、まずその前に、今まで使っていたものに関して見ていこうと思います。まずはね、フライパン。これいくらだったかな ?2000 円ぐらいのフライパンだよね。買ったやつなんだけど、テフロン加工のフライパンであったんですが、使って約1年ほどでね、このような形で剥がれました。まあ剥がれた原因っていうのは何かというと、私は知りませんでしたが、このねフライ返し、金属製のフライ返しで何ていうか、この表面を傷めてしまった可能性が、どうやら高いようです。まあ長いこと使ってたっていうのと、まあ高温のやつはそんななかったと思うんだけど、なんでちょっとこのせいで、やってしまったというのと、あとね、お玉もあるんだけど、お玉もね似たような理由で、多分もうこれで今回でお別れしようというふうに、思います。まあ鍋の方もテフロン加工だから。で、あともう一個さ、これ卵焼きのやつ、これもあるって言ったんだけど、卵焼きのやつも、実はね剥がれてました。こんな感じで、こっち剥がれた理由はなんでかっていうと、これ卵焼きなんで箸でやるもんじゃんって思うと思うんだけど、うまくいかなかった時に一回ね、このヘラでやったんだよね。このヘラでやったところ、こちらも剥がれました。ですので、卵焼き、まあこれは今すぐ捨てる必要は、でも捨てた方がいいか、もうこれも多分ダメだね。これもやってしまいました。あともう一個、ミニ鍋か、マーブルコートフライパンだったかな、フライパンじゃない、これだけは大丈夫だわ。これは確かに、さすがにこれフライ返しでもやんないし、やったとしてもこのキベラとかが多いからかな、これは元気なまんまなんで、これは大丈夫です。そしてこれがね、買ったやつ一式セット、まあいろいろあるんだけど一個一個見ていくか。まあフライ返しと、なんていうの、このスパチュラ、なんつうんだろう、ナイロン製の、ナイロン製じゃない、なんだっけこれって、シリコン製か、シリコン製のなんか切るやつ、そして全員持ってないとおかしいって言われた、無印良品の大きめのスプーン、お玉はねいらないかと思ったんだけど、やっぱりいるなと思ったんで、お玉もお玉で、新規に、買いました。そしてダメにしてしまったフライパン、サーモスのフライパンです。26センチ 厚底のやつ。以上かな。今回買ったのは以上の5点。まあなんだろう、どっからいくか、簡単なやつからいくか。まあこれに関してはもうね、前回も使ったりとか、今まで使ってたやつと全く同じだから、特に言うことはないかな。まあ今回なんだろう、ちゃんとした、壊れにくい、シリコン素材のね、調理用具を揃えたんで、これで大丈夫じゃないかな。まあこれとりあえず後で洗ったらもうすぐ、使えると思います。そしてこれが無印商品お化けスプーン、スプーンって感じだよね。これ496円らしいわ。まあ大体500円だね。あ、さっきのフライパンちなみに2000円です。なるほど、こんな感じ。なんかついてる、どうなんだろうね。これ便利そうなのかな。まだなんかいまいち使わないとピンとこなさそうだけど、まあまあこれが一つ。これで多分すくうんだろうね、こういう風にね。匂いとかどうなんだろう、ちょっと匂いチェックして。これ鼻いいから。あ、でもなんか匂うな。うん、シリコン感ありますね。ちょっとこれ多分これも洗った方がいいね。多分まあこの辺のやつは全部洗うのが前提だね。そして同じくして無印のヘラ、これも大体500円ぐらいだった。ああ、まあまあまあ、ふんふん。しなりもあるね。そうだね、昔よくあったなんかゴムヘラみたいなやつがこんなんだったよね。多分これ耐熱なんで、これも使えそうだな。ポテサラとか切るときにこれ使えそうだね。ポテサラ混ぜるの今まで木のヘラでやったけど、多分こっちの方がいいね。匂いは一緒だろうな。あ、同じ匂いすんな。そしてこれがお玉。これも同じくシリコン製で、これはね、マーナっていうところがね、使ってるやつなくて、出してるやつか。マーナのお玉、三角形が握りやすい。まあ多分この後ろの話かな。マーナのお玉、これを買いました。これは無印じゃなくてマーナにしたのは、なんかこっちのレビューが良かったっていうだけ。正直詳しいことはわかりませんが。ああ、いいね。でもあんまり入らな、あ、でも入るか、意外と深いな、多分これ。あ、結構深いね。うんうん。なんでこれもまあ使うじゃん。あんま匂いないな。あ、なんともねえわ。
そして最後、シリコンターナー、まあ要するにフライ返しだね。これは何だろう、山膳だったかな、タワー、あ、山膳じゃない、山崎です、ごめんなさい間違えました、山崎っていうところが出してる、やつです。まあ置ける、すくう、まあいろいろ何でも使ってねってやつらしいわ。開けるとこんな感じ、中にいろいろ入ってる。ほう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 、これが置けるってやつだね。これ置くとどうなるんだろう。あ、こういうことか、なるほどね、ここが地面につかないで置けるってことか。なんかさ、こういうのさ、なんかまあ買わなかった理由はなんか熱に弱そうだなっていう雰囲気がしてるのと、プラスでなんかこれもろ、なんか曲がりそうでダメかなって思った。あ、でもこれいいね。あ、なるほどなるほど。いろいろ懸念があってさ、なんかそんなにこれ救えなさそうだなっていう感じがしたの。っていうのはここの厚さが足りなさそうっていうか、厚すぎてなんかこう食材の下入らないかなって思ったんだけど、これ先端のだけちょっとあれだな、細くなってるというか、薄くなってるから、これだったら多分返せそうだね、こうやってね。ああ、なるほど、オッケーオッケー、悪くないんじゃない、これなかなか悪くなさそうだね。これが1000円くらいか、これちょっと高かった。おー、いいんじゃない。まあこんなところでちょっとこれからのサンキューチャンネルクッキングはやっていくことになると思います。それにまあキベラに関しては、まあまあ別にキベラはいいじゃん、キベラは使えるから、これは使いながら、この今までのなんていうかこの金属製のやつを捨てていくということになりそうです。まあ以上かな。本当はちょっとなんかこれ新しく使ったやつでいろいろとなんか全部使うような感じで料理動画撮ろうかなって思ったんだけど、なんかそんなのも思い浮かばないし、とりあえず一旦これちょっと短めだけど、新しく買った調理器具についてでした。まあこれからのね、私の料理配信でたびたび登場するときにまたこれから使い勝手がどうかみたいな話ができたらなと思います。それじゃあ皆さん元気で、またまた。ちょっと道具増えてかける場所なくなってきちゃったから、ちょっとこれ買ってくるわ。ここのなんつーの、フックだけやればいいから、フックだけ買ってきます。